冬至を前に岡山県久米南町産の柚子やその加工品を集めた物産展が岡山市北区の天満屋岡山店で始まりました。ジャムやドリンクなど久米南町産の柚子を使ったおよそ60種類の商品が並びます。岡山県内最大の生産量を誇る柚子の町久米南フェアです。地元久米南中学校の生徒が考案した柚子風味の照り焼きバーガーや道の駅久米南限定の柚子ソフトクリームも味わうことができます。いただきます。あ、柚子のいい香りがします。さっぱりしていてとっても美味しいです。岡山では久米南が柚子の産地なんだよというのを、県内の人にみんな知っていただきたいなというふうに思いまして、今回こういったフェアを開催しております。先着200人には冬至用の柚子のプレゼントもあるという久米南フェアはあさってまで開かれています。